川のせせらぎがいい音ですね。今回はどこに来てるかというと、はい、夫婦神社に来ております。以前紹介した花桜神社、目と鼻の先にあるんですけれども、こちらも大変由緒正しい神社なので、ご紹介していきたいと思います。夫婦という名前から、まあ、分かるとこちらの、ね、神社は御神体が、ね、木となっているんですよね。そして、まあ、夫婦というぐらいですから、実は男宮と、まあ、女宮2つにね分かれていて、今来ているのはこちらはね男宮になります。ではね、早速ちょっと見てみましょう。よろしくお願いします。お参りしていきましょう。
あ、こちらはご自宅用にお水を。自宅用です。あのコーヒーをね、入れて。あの、なんていうんですかね。氷が月に1回ぐらいは、ね、1回ぐらい毎日あの冬はね怖いから来ないんですけど、1月2月は来ないんめおとき神社男宮を紹介しました、それでは女宮の方にも行ってみたいと思います。はい、以前ご紹介した水晶の噴水が見えます。その目の前に、はい、めおとき姫の宮と、こちらがめおとき神社の女宮になります。先ほどの男宮が御岳町となりますが、こちらは碇町になります。さあ見えてきました。男女両方の宮を参拝して、古くからですね、和合、生産、繁栄、結びの神、そう呼ばれていたそうです。
間は安産の神様と言われる柿の元太丸の祠があるということで、ちょっと覗いてみましょう。ありそうですね。はい、今回は甲子、御嶽町と猪狩町にあります御仏神社男宮女宮両方ご紹介しました。女宮の方は昇仙峡のちょうど滝上にありますので、皆さん御仏神社姫の宮として、知ってる方も多いかと思います。両方とも男宮女宮、拝観すると流れに恵まれるという御利益があるそうですので、ぜひ一度お越しになってください。あちらに、姫の宮の看板が見えますけれども、こちらも御仏姫の宮、こちらからも、参拝登っていきますので、どちらからでもご参拝できるようになっております。はい、今回は甲府市の御仏神社ご紹介しました。これからも様々な甲府の情報を皆様にお届けいたします。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バリカンでした。